写真いっぱい撮ってはるわそんな珍しいんかな俺。どうもネット京都ジャンプです。食べきというメフメシのグラツェミーデフィーレンダーサンキューソーマッチ。今日はね1年ぶり時代祭りを見に来ました。ここはあのカラスマ丸田町の角のマクドナルドの前です。まあ、今日は、10月22日火曜日平日曇りです。ちょっとカメラ回転させますね。こんな感じで通行止めになってます。丸田町通りは完全通行止め、カラスマ通りは半分だけ通れるようになってますが、あともう馬が来ました。騎馬隊かなんかだと思うんですけど、あともうちょっとで来そうですね。多分あと10分ぐらい、はい、こんな感じ。車と一緒になんていうの行列動いてあります。これが一番最後ぐらいの列だったか。これそうやけど、なんちゅうの、4車線あるけど2車線分をお祭りに使ってはるし、片側なんちゅうの2車線で、まあ、車半分しか通れへんかったし、まあ本物はしゃあない。バイクはスイスイ走ってますよ。カラスマ通りはね、しょっちゅう通るというか、まあ、めったに経営道じゃないし、まあ、そんなに私にとっては見逃しない。ここはね、比較的坂道でもないし、すごい漕ぎやすいというか、なんというか、皆さん泊まって休憩してはりますわ。こんな感じで警察官もいっぱいある。大忙し、太陽線なんかですね。もうちょっと行ったらカラスマ降りて、ここ漫画ミュージアム人いっぱいいるんだけど、私ここ行ったことあるへん。人気あるみたいな。ここカフェとかあって、もう私も漫画は昔は好きやったけど今全然読まへんようになったから、不思議なんやけど、ここなんかグラウンドみたいになってますね。今日は全然人いらない。こんな感じ。ここいつもあのここで座ってなんかいろいろ寝そべったりして楽しんではる人よくいはんやけど、今日は全然いはれへん。はい、ここカラスマ降りて、ここで東に曲がらはんじゃね、こっちにかはる。お池通りもどんだけ通行止めしてはんのか分からへん。あ、そうやけど結構お店屋さん出てはるな。たこ焼きとか知らんかった。時代の遊びでこんなん出さはるの知らへんかった。え、こんな感じ。はい、警察の人いっぱい働いてはりますわ。ありがとうございます。こんな感じで通行止め、人いっぱいあるな。ここお池通りは人多いね、やっぱり。観光客もいっぱいですわ。皆さんいい思い出いっぱい作ってくださいね。これ最後多分今これに乗って帰るんやと思うんですけど、よう見るトラックというか、ここが一番後ろ、動画いっぱい撮れました。2時間ぐらいここに立ってたかな。去年はね全部見られへんかった。今年全部見られたんで、
かなり動画の数上げられると思います。結構ね、止まってはったね、なんちゅうかな、前が詰まってるんやね。ほんで止まって先頭が止まってんのか途中で止まってんのか交差点で止まってんのかで、でずっと止まって時代祭りも停滞するんやなっていうのが分かりました。まあこんな感じで今日はもう動画は多分編集せえへんとか書いてご飯食べて今日は終わりになると思います。はい、皆さんいつもありがとうございます。全然大丈夫です。ほんま、あいだハゲ頭にチョップ。全然高田です。もう俺の頭ハゲてるすぐ分かるやろ。え、でもいいっすね。うん、ほな上げさせてもらいます。いいっす、はい、頑張ってください。バズったらどうしよう。ありがとうございます。再生回数1万回。えいや、行くかもしれない、分からへんで。ほら、いいっすね。ほんま。